邪魔をするな。うちはゴエモンと一蓮托生ってわけか。心配するな。ゴエモンのやつがただ闇雲に修行してたと思うか。はあ、あえて封じたんだよ。人間の五感をな、そのさすらも縮めようとしてんだよ、やつは。他人につけられた傷から出た血を見たのは久しぶりだ。最速の感覚、見えないものが見える仏の境地。お主の煩悩は殺戮の欲望、恐れるのは己自身か。案ずるな。恐怖を感じてこそ人が人であるゆえん。乾杯だ。いい用心棒を持ったな。